どうも皆さん、レッドインベーダーです。ね、3月15日に、静岡県浜松に行きました。何しに行ったのかと言いますと、ですね、浜松餃子を食べに行くためだけに行ったんです。まあ、なんて贅沢な時間だ。でもね、すごい楽しかったんですよ。で、行ってる途中に、ちょっとなんかね、電車がちょっと止まってしまって、沼津でね、しばらくの間、立ち往生してました。まあそんな感じ、なんらかんらあって、まあ大変だったんですけど、で、この後の映像は、あれです。その、浜松城へ行ったところの映像があるので、そちらの方をご覧ください。では、どうぞ。最初に住んでた駐車なかった確かに浜松城の近くになんか武田信玄の一味が来てなんかボコボコに負けたみたいな若き日の徳川家康公さあ問題いよいよ電子学しか残ってねえんだ電子学かこれ電子学でしょ
天守閣だろ。天守閣城の丁目とかああいう部分じゃないの、ちょっとメインみたいな。さあ分かんないけど、なんかそんな感じのイメージあるんだけど、城の一番上の城の象徴の部分じゃない。天守閣に入ろうとしても金がかかるんじゃ。神社浜松城、まず救急和歌山城、掛川城、本当に天守閣。浜松城、よし、とったり。実際こんな城持ってなんか負けそうだな。すぐ負けそうだな。あとここで作戦会議するんですね。この広場で作戦会議して多分連邦生徒集まるんだよ。高生徒はつまんなくなくて思うよ。絶対あぶれるよ。200円払ってどこではもう奪えるしょ。うん、確かにな、世界史の授業になったけど、唯一確か姫路城だけ残ってるとか言ってたけど。
負けたチームだろ。